近年アーサーの歴史はムサフィの歴史といっても過言ではないんじゃないでしょうか。ムサフィを愛しムサフィに流された男たちがグーナーでございます。カモヤグーナーズ、どうもリョウです。カモシー、どうもリョウです。第2回アーサルの選手1人ずつ1分で解説していくよ。 GKDFへー条件を2つ設定して、はい、これからプレゼンしていきたいなというふうに思います。はい、あ、こちら前にね、シティ編が上がってたらこちらからはね、とりあえずスキップして大丈夫です。はい、1つ目の条件はですね、ポジションごとに分けようかなと。はい、まあ、GK、DF 編、ミッドフィルダー編、フォワード編、はい、こちらの3つに分けて、まあ語っていこうかなというふうに思います。はい、で2つ目ですね、1分、こちらが難しい。こちらね、やってみた感想ですね、もう終わったんでね、終わったんでね、なかなかね。でも1分で伝えきれるのか、どうなんやとか。でも生粋のグーナーならね、やってのけていただかないと。ワイヤーで早速企画の方へ移ってまいりましょう。はい、レッツゴー。今回優選手開けていきましょうか。はい、エルドヨ、はい、エミリアノ・マルティネス、はい、ベジェリン、はい、チェンバース、はい、ソクラティス、はい、ムサフィ、はい、ダビドリス、はい、コラシア、はい、キアニ、はい、9人。佐川、本来フォワードの選手なんでね、はい、フォワードの方に回そうかなというふうに思ってます。っていく順番はランダムということで、ランダムで伊藤が、はい、やってください。では、はい、行かせていただきます。第1順、ゴールキーパーベルトリノから行かせていただきたいと思います。はい、それでは用意スタート。はい、はい、ベルトリノ選手ですね。はい、2018年6月19日レバークーゼンから2500万ポンドでやってきました。はい、当時か、今考えてみたらとても破格なのかなと。2500万ポンドっていうね、まあ、もう本当に生粋の、世界最高級のゴールキーパー2500万ポンドで取れたっていうのはアーサルの交渉が珍しくいいパターンに動いた、ワンシーンなのかなと思います。ケパに行っています。はい、まあ、彼の魅力は何といってもシュートストップ性能、はい、もうとてつもないシュートストップ性能がですね、まあもう1920シーズン、今シーズンですね、もうシーズン MVP と言っても過言ではないのかと。彼のおかげで何点防いだんでしょうか、そして彼のおかげで何点勝ちで拾えたのでしょうかっていうようなね、まあ、シュートストッピング性能が、まあ、一番言えるようなことなのかなと思います。はい、他にもですね、まあ基本的にレバクゼ時代はポカはあるような選手だよと、はい、っていうようなこう前評判があったんですけど、蓋を開けてみたらこれはびっくり、なんともミスらない、ポカしないっていうようなね、割と世界最高級レベルのゴールキーパーなんじゃないかなというふうに思っています。まあね、まあ、ハイボールとかは悩みあるんですけれども、これから頑張ってくれよレノ、レッツゴー。はい、しんどこれなもんですよ、1分ってしんどいな、しんどいなまあね、まだまだ伝えられるようなことあると思うんですけど、だいぶ簡潔にね、簡潔にまとめさせていただきました。はい、ありがとうございます。はい、そうしましたら2人目、はい、行かせていただきたいと思います。センターバック、ソクラテス。はい、ソクラテス。はい、それでは行きまーす。よーい、スタート。はい、ソクラテスですね。こちらも、レノと同じ時期、2018年に、はい、まあ、やって、ドルトムントからやってきたわけなんですけれども、彼は何といっても、このパーン、戦う心が非常にず抜けてるのかなと。うん、もう本当まさに戦えるセンターバックということで、まあ、アーサルにはなかなかいなかったようなね、存在として、まあ、長年、2年間ぐらいですね、アーサルを伝えてもらいました。彼のね、魅力は何と言ってても本当にこう基本的に万能型であると。身長こそないんですけれども、全てにおいて、まあ、カバーの能力だったり、人を潰して耐震能力だったりっていうのは非常に優れているのかと。まあ、反面やはり熱くなりすぎてしまって、こうクレバーじゃないようなシーンがあったりというか、あとはまた何でしょう、このビルドアップですね。ビルドアップビルドアップに関してがちょっとおぼつかないだったり、バスミスだったり、なかなか展開につなげられないっていうような一面があってか、で最近アルテタでは、こうあまり使われなくなった選手ということもあるんですけれども、はい、まあ、彼は言っちゃえば傭兵的な感じでね、はい、常に、アーサルをこうね支えてくれるような、まさに投資ハイスクール。はい、しんどいって。これはしんどいですよ。投資ハイスクール。はい、じゃあ3人目いかせていただきたいと思います。はい、コラシナッツ。はい、それではいきます。よーい、スタート。はい、コラシアツですね、シャルキからフリーでやってきました。本当ね、ソクラテスを投手と言ったんですけれども、はい、コラシアツはまさに戦士だと。とにかくガタイが強いと、重戦車ですね。何ですか、あのボディバランスだと。もう基本的にプレーにおいてもそうです。もう本当にガタイが強くて当たり負けしないと。そして突破能力も、こう突破能力のこのガタイの強さっていう生かすのもあるし、なんか上がるタイミングがまた絶妙で、意外とアーサルでも結構数々のアシストを記録してるんですけれども、まあ、この戦士エピソードといえば、もう最近記憶に新しいのは、まあ、エジルを守ったと、強盗を2人なぎ倒したというような事件ですね。これはですね、サッカー選手ではちょっともう
度肝を抜いたというか、こういうような経験をしているサッカー選手はほとんどいないじゃないかと、唯一無二のエピソードでして、まあ、詳しい話は皆さんぜひ調べていただきたいなと思うんですけれども、まあ、強盗相手に2人で戦うというような、これができるようなサイドバックがこの世のどこにいるんでしょうかと、ありがとうございます、シャルケからフリーで傭兵をいただきました、ありがとうございますということでですね、まあ、彼に関しては怪我があったりとか、まあ、サッカーの代表だったりで活躍はされていないんですけれども、まあ、これからもね、アーサルを守ってくれるでしょう。はい、強盗エピソードありがとうございます。外せないです。4人目いきます。はい、ダビド・ルイス。はい、はい、それではいきます、はい、よーいスタート。はい、ダビド・ルイスですね、2019年ですね、8月に移籍市場もある中、チェルシーから800万ポンドという破格の安さで、来たもう最高のセンターバックなんですけれども、彼は何といってもフィードの正確性でしょう。はい、とにかくロングフィードが通る、本当アーサルに今まで欠けていたセンターバックからの展開というところを一点に引き入れてくれた、まさに本当スーパーセンターバックなのかなと。はい、まあ、こちらはロングフィードの正確性によって得点が生まれたっていうのもメリットの一つなんですけれども、大きなもう一つのメリットというのが、とにかく決定心の高さが、これが非常に優れていると。うん、今年の夏、まあ、去年の夏ですね、ラムジー、クラシェルニー、モンレアル、チェフといったようなチームの大黒柱を次々と放出してしまって、ロッカールームのね、調和が問題視されたんですけれども、それでもなおアーサルが今ね、ちゃんと戦えている理由というのは、このダビド・ルイスのアフレル逆転心、そして闘争心から、出たものなのかな、なんじゃないかなというふうに思っています。まあ、基本的にはね、もう不動のセンターバックということで、なんとフリーキックも切れちゃう。こんな場、なかなか万能のセンターバックなかなかいないんですけれども、ダビド・ルイスはたまにやらかしてしまうと。マイナスルイスになった時にちょっと不安が残るんですけれども、基本的にアーサルの大黒柱。はい、じゃあ次、ムサビ。ムサビ、はい、それではいきます。はい、よーいスタート。はい、近年アーサルの歴史はムサフィの歴史といっても過言ではないんじゃないでしょうか。ムサフィを愛し、ムサフィに流された男たちがグーナーでございます。彼はですね、まあ、来た当初はコシェリニーと共に無敗神話を作るようなね、もともとバレンシアでは優れたセンターバックだったんですけれども、いつからかポカが目立つようになった。とにかくポカが目立つ。去年の昨シーズンもですね、リーグで4位に入れなかったのはムサフィのせいでもあるんじゃねって言えるような大ポカをミスってね、さらに今季ではですね、記憶に新しい1月ですかね、行われたチェルシー戦で、彼のポカによりダビド・ルイスが退場をそのまま PK っていう最悪のパターンを与えてしまって、まだこいつはポカを繰り返すのかと思いきや、アルシュの下で見事に生き返りました。彼はもう生きるファンダイク、アーサルのファンダイクと言っても過言ではないでしょう。基本的にもともと万能のセンターバックなんですよね。はい、空中戦にも強いし、こうフィード、ビルドアップにも非常に貢献できるような、もともとやればできる子なんですが、はい、メンタル面において不安があったんですけれども、名将、アルテタのことによってですね、もうパーフェクトムサフィが完成しましたと。ほんとビルドアップにおいてすごいね、実力があるので、ダビド・ルイスと共にこれから活躍してくれるでしょう。はい、酸素が足りねえ。6人目、ティアニ。ティアニ、はい、行かせていただきます。よーいスタート。はい、キーラン・ティアニーですね、2019年にセルティックから加入した期待の左サイドバックということなんですけれども、まあ、ティアニーといえばね、日本人にはなぜか馴染み深いと、なぜ馴染み深いかと言われたら、中村俊輔でも、もう素敵なエピソードがあると。はいはい、中村俊輔はセルティック時代にですね、セルティックのユースであった、当時少年だった、キーラン・ティアニーとの2人とのね、キツダの、ね、エピソードは、Google で検索していただければ出てくるので、そちらを参照にということでですね、はい、まあ、プレー面を語っていくと、とにかくクロスの質が高いんですよ。ほう、左サイドバック、コラシアンスあたり、モレアルがやってたんですけれども、いかんせん2人ともクロスの質っていう、ここの1点においてだけはちょっとんっていうところがあったんですが、キリアン・ティアニーはここがとにかく武器であると。うん、まだプレミアに来て1年も経っていないのにアシストを量産しているというようなね、もうこれからの本当期待をロバートソン級の選手になってくれればいいなと思ってるんですけれども、もちろんマイナス方面もあります。とにかくスペ体質、セルティック時代からスペ体質と言われていたんですけれども、アーセルでもその才能をね、いかんなく発揮すると結構いないです、キリアン・ティアニー。怪我のまま来て今も怪我している状況なんですけれども、とにかく怪我がなければ最高の選手、そして来年以降プレミアになれればね、さらにスーパー選手になってくれると思います。1分1秒とかですかね。ちょっとオーバーしぎり。何目、ビクトル・ベジャリン。はい、いきます、よーいスタート。はい、もうアーサルのですね、もう生え抜き、そしてもう今、はい、もう次期キャプテン候補と見えるようなベジェリンですね。もう彼にはもうとにかくスピードが速い、うん、でいつかのバイエルン戦ですね、グーナの心をもう本当にもう打ち抜いた、そしてもう世界を震撼させた、あのオーバーラップ90分にあれができるのかベジェリンということでね、世界デビューを果たしたわけなんですけれども、まあ、最近は特に今シーズンの初めの方ですね、怪我に悩まされてね、ちょっとナイルズがスタメンに出てたっていうような時期もあったんですけれども、復活してからはチェルシー戦で見せたあのミドルだったり、とにかくこのチームを支えれるようなプレーになって、男前になりましたね。一皮むけて男前になったようなベジータだからと。スピードだけではなく、こう、チームを支え、鼓舞できるような、まさにキャプテンになってくれるような
選手になったのかなと。最近の話ですと、コロナ騒動についてですね、給与カットで、選手の給与カット問題について、選手は非常にごねたんですけれども、ベジェニーがその間をね、取り持ってね、なんとか選手を説得させて、そしてより良い方向に持っていけたというね、この人格者、そういう方面でも優れているのでね、これからはもう本当にキャプテン頑張れよ。はい。なるほど。ベジェリーが1分じゃむずい。まあ、尺の都合上ということで。はい、8人目。チェンバース。はい。はい。行きましょう。よーい、ドン。はい、チェンバースですよ。こちら、サウサンプトンから。はい。獲得したんですけども、結構な移籍金を払いました。当時すごい若手だったんですけど、2000万ポンドぐらいだったかな。そんな払ってないかな。1500万ぐらいかな。払ったんですけれど、まあ、当時からベンケル監督がですね、非常に注目した若手だったんですけど、まあ、なかなか開花しないと。結構こうアーサルではこうローンレンタル移籍というかローン移籍っていうのシーズンがずっとあってなかなか定着しなかったんですけれども、今シーズンやっとですね、センターバックないしはサイドバックとして、才能を開花して、もうとにかくパスセンスが非常に高くなったと。もともとレンタル先では中盤をやられていたりとかそういった経験もあってか非常に足元が使えるような、バックとして戻ってきたと。で最近はまあちょっと怪我しちゃったっていうのが非常に悲しくてですね、まあアーサルは選手基本的に怪我したらやっぱり、なかなかトップフォームに戻るのは難しいんですけれども、とにかく今シーズン見せたプレーっていうのはもう非常に輝かしいものだったのでね、このいわゆるパス能力だったりそして対人能力の高さというものをね、こう怪我明け後も見せていただけたらいいなというふうに思っています。余った余ったあれはいちょっとそれはそれ寂しいですまあということで最後行かせていただきたいと思います、はい、ゴールキーパーマルティネスでお願いします、はい、よーいスタート。はい、エミリアーノ・マルティネスでございます、はい、こちらアルゼンチン人でございまして、はい、まあ、彼はまあ第2ゴールキーパーを任されているんですけれども、ここで特筆すべきエピソードが一つありまして、はい、アーサルのトップチームの最古さんは今は彼なんじゃないかと。これは意外な情報でして、結構ねいろんなファンだったりグーナーの方は、うん、エジルなんじゃないのって思う方もね一定数いらっしゃるじゃないでしょうかと思うんですけれどもね、意外とエミル・マルティアンスだと。はい、そういうことで、ね、このエピソードが非常に興味深いんじゃないでしょうかということで、これで尺を稼ごうかなと思ってるんですけど、はい、ね、注目していきたいなと思うんですけれども、彼は第2ゴールキーパーです、はい、第2ゴールキーパーだからアルゼンチンの正ゴールキーパーも務めたことあるっていうレベルの、結構なこう隠れた実力派というか、実力派俳優みたいな感じなんですけれども、彼意外とね、本当何でもできるんですよ。身長もそこそこあるし、とにかくシュートストッピング性能が高いんですけれども、やはりなぜレノに使うより使われないのって言われたら、もう純粋にスペックとしてレノの方が高いから、うん、という意味なんですけれども、本当に、なんかこれエミマルティネスが第2ゴールキーパーでいいのって言われるような、すごい素晴らしいゴールキーパーなんでね、カップ戦でこれから頑張ってください。以上ね、アーサルの選手 GKTF 部門の紹介でしたが、いかがでしたでしょうか。いや疲れるわこれは。疲れますよ、酸欠だよ俺今、クラクラしてきた。9分分ね、早口で喋ってる。そう、9分1人で喋ってるはい、ということでですね、まあもういろいろ補足情報とかありますよ。ホーキングどうしたの、はい、あー、まあね、ナイルズとか。ナイルズとかどうしたんだって言われたんですけど、アーサル結構ね、ディフェンス多いね。多いんですよ、マリーとかセドリックとかあるんですけども、ちょっと多かったし、シティを先取ったから9人に無理やり合わせたって感じで、今回はね、ちょっと話せなかったんですけれども、まあ、特にパブロ・マリーとセドリック・ソアレスに関しては、語った動画がね、概要欄にありますので、そちらから飛んでいただけたらなというふうに思っています。はい、次はミッドフィルダー部門ですね。はあ、そうですね。こちらもなかなか大変なんですけれども、デブライネとかどうすんの。1分でデブライネはもうかわいそうだよ。失礼だよ、デブライネ1分の方が低いもんはい、ということですね、はい、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。 TikTok、Twitter、Instagram、概要欄からあります。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。